グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅、今日の作品はこちらです。219枚目の作品はシャルダンの食卓です。では美術監修をしている藤久先生からお話を伺いましょう。藤久です。楽しい盛り付けのような食卓ですね。作者のジャン・シミオン・シャルダンは18世紀フランス生物画の巨匠ですね。当時の青年展に出展されたこの食卓が評価され、シャルダンは王立アカデミーに認められて直ちに生物画家の正会員となっていますね。食卓はシャルダンの出世作であり代表作なんです。当時のフランスでは生物画が少なくて、シャルダンの作品は脚光を浴びましたね。当時ロココ様式全盛期で、この作品のような静かな雰囲気で描き出された作品は新鮮に映ったのかもしれませんね。ピラミッドのように積み上げられた果物は古典的な構図で描いていますが、そこへ犬と大物、楽しい動きが加わって生物画に生気を与えています。このぐらい中に置かれた果物や水や瓶などの描写も思わず触ってみたくなりますね。ロココ時代だっていうのに、シャルダンのこの絵には華やかさや艶っぽさ、いわゆるロココの特徴が全く感じられないんですけれど、他の作品はどうなんですか？そうですね、風俗画で人物を描いても温かみがあって静謐で落ち着いた作品ばかりです。ロココ様式とは正反対ですね。シャルダンの作品には誠実で優しい彼の性格が現れているようなんです。とても人気がありましたね。シャルダンが活動した時期はロココが主流でしたが、彼は独自の作品を描いて評価されていたんですね。彼の描いた子供は愛らしいし、親子の様子には心が癒されますね。この食卓をはじめ、彼の作品はパリのルーブル美術館に何枚もあるんです。ぜひ見てもらいたいな。はい、解説ありがとうございました。では最後にクラシックソムリエの田中康さん、音楽のご紹介をお願いします。今日の音楽はロッシーニのオペラセビリアの理髪師序曲です。クラシック界随一の食通といえばロッシーニ。何しろオペラ作曲家として人気絶頂の最中にあった37歳で引退し、後半生は美食家料理研究家として過ごしたのだから筋金入りです。ロッシーニ風の料理を召し上がれ。